だいぶ久々のね作業動画でしたけど、今回のシートはシートベースはお客さんの持ち込みで、まあワンオフで自分で作ったみたいなんですけどね、車種はちょっとわかんないけど、まあ形からしてモトクロスバイクなのかな、モトクロッサーっぽいやつね、 CRM とかなんかああいう感じのやつかなと思うんですけど、まあこういう中抜きのディティールとかね、こういうやつ、あとは、まあ、このシートパターンでこういうくの字型のシートを作るとね、結構この辺が、だいぶね、なんちゅうんだろうな、物理的に無理をするというか、こう生地が足んなくなったりね、突っ張りがきつすぎて、まあ、多分普通の人は張り込めないと思います。すっごい伸びる生地ね、1枚でこう貼るタイプのやつならいいんだけど、まあ、こういう切り返し入れたりとかってするとちょっと、厄介なことになるんですけど、まあ、今回はうまくいった方だと思います。もしかしたらね、このパターンで貼れないかもしれないっていうことは事前に言ってあって、一回やってみて貼れなかったらウレタンのパターン変えるっていうね話だったんですけど、でこの辺とかね、この辺これね、マイナス R なんですよ、こうウレタンがえぐれてる内側に。でこれはもうね、接着しないんだったらこう引っ張り込みで出すしかない形で、まあ、これがちょっと限界かなっていう感じで、結構ね引っ張り込みだけで相当えぐれてるんですけど、なかなかね難しいですね、この辺は。その形になるならないっていうのがあるんで、まあ、今回は一応、限界ギリギリまで、追い込めたと思います。いやね、最近ほらビートルの動画ばっかり撮ってたんで、仕事してないと思われてたんですけど、してんですよ、まあもちろん。で僕割とねシート作るとねすぐ発送しちゃうタイプで、で動画も撮れてたり撮れてなかったりとかで、かなりの、数、取り逃しております、車もバイクも。で昔からそうなんですよ、作るとねすぐ出しちゃって、あ写真撮り忘れたっていうのはよくあったんで、まあ、今回はちょっと、頑張って撮ってみたんですけど、まあ、途中でカメラ止まってたりとかねしたんで、ダメですね、やっぱね撮影舞台が欲しいですね。まあそんな感じで、完成しましたんで、今日もこれから発送します。では。